読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井弘明です。今回は大家族を扱った昭和のホームドラマの楽しさがよみがえる小説、こちら庄司幸也東京バンドワゴン。東京バンドワゴンというのは都内の下町にある老舗の古本屋さん。古本だけでは苦しいので、最近は隣にカフェを併設しているお店です。この小説はこの古本屋東京バンドワゴンを経営する堀田家の人々のハートウォーミングなドタバタ劇を描いた読むホームドラマなんです。一家の長は堀田寛一79歳、切符のいい江戸っ子でまだまだ現役で店主をやっています。寛一の一人息子ガナトは60歳、こちらはこの年で金髪のロックンローラー、そして35歳のシングルマザーであるガナトの長女愛子、その娘小学6年生のカヨ、フリーライターをしながら古本屋の仕事を手伝っているガナトの長男のコン、その奥さんは元スチュワーデスのアミ、2人の子供は10歳のケント、さらにもともとはガナトの愛人の子供で現在も同居している26歳のヤサ男青、この一家8人を軸に、愛子に思いを寄せる優しいイギリス人の画家とか、無類の古本好きである IT 企業の社長、青の嫁になりたいと転がり込んでくる美女など、個性豊かな登場人物が毎日のようにこの店にやってきます。このように登場人物があまりにも多すぎて、初めのうちは最初のページにある相関図を見ながらでないとだいぶ混乱するんですが、すぐに覚えちゃいます。とにかく楽しい。お店を取り巻く人々の間でちょっと奇妙なことや気がかりな事件が一度に複数発生します。それぞれのストーリーが別々に進行していくんですが、最終的にはその小さな出来事が一つにまとまって一件落着する、そんなお話が全部で4つ、春夏秋冬に分けて描かれます。この本の魅力の一つが幽霊の視点で描かれていることなんです。おじいちゃんである堀田寛一の奥さん堀田幸、2年前に亡くなっているこのおばあちゃんが、自分がいなくなった後の堀田家を深い愛情を持って優しく見守りながら、読者に対する語り部となって物語を進行していくんです。堀田家は4世代が一つ屋根の下に暮らしていて、とにかく賑やかです。その様子が見ていて非常に微笑ましいんですね。特に慌ただしい朝ごはんのシーンは最高に笑えます。こっちで仕事の旅行の話をしている人がいるかと思えば、こっちは飼っている猫の話、はたまたこっちで卵かけご飯に醤油をかけすぎている話といった具合に、関係のない話が一遍に発生していて、もう何が何やらわけわからんという、その騒々しい雰囲気がすごく羨ましいんですね。今の時代なかなか見られないその大家族への憧れというものを誰もが感じるはずです。大家族といえばホームドラマなんですよ。最近はあんまり見なくなりましたけれども、1970年代の日本のテレビドラマでは大家族を描いたものが非常に人気がありました。この小説はかつてお茶の間に幸せな笑いをたくさん提供してくれた、そんなホームドラマに対するオマージュなんです。実際にドラマ化もされて、小説はシリーズ化され、すでに15冊が刊行されています。この1冊目を読めば人気の秘密はよくわかるはずです。ぜひ読んでみてください。以上、今回紹介したのは庄司幸也東京バンドワゴンでした。 I hope you become a book lover. Adios.